次が、ハービー・ハンコックのカンタローブ・アイランドという歌で、これも実は歌詞があるんですけど、これからここからはあの我々はインストバンドなんでインストをやり、歌なしでやりますけども、これハービー・ハンコックの歌で、カンタローブっていうのはメロンですね。実は感動がない。メロンの歌だそうです。はい、ウォーターメロンなんて似たような曲なんですけど、そうじゃないということで、じゃあ聴いてください。
次が I'll Close My Eyes という、ブルー・ミッチェルとというトランペットが有名にした曲だそうですけども、もともとビリー・リードとパティ・ケイという人が全然知らないんですけど作った曲だそうです。でミュージカルで、すごく有名になったミュージカルはサージ・ゴーズ・トゥ・カレッジというすごく古いミュージカルですね。私知らん、見たことないんですけど、ちょっと調べたらああいうクローズ、聞いたことはあると思いますけど、じゃあ聞いてください。
もちろん歌で歌ったわけですけども、これはインストで、やります。ジョージ・ベンソンも演奏してたらしいですね。じゃあ、聴いてください。12月のクリスマスに9月のことを思い出して、歌っている
ね、まあ、ご存知かと思うんですけど、あセプテンバー、アリメンバーって12月になってるんです。もう一度拍手をお願いします。素敵なジャズ。